2からはかつて活動していたグラビアアイドル出身の2人からなるお笑いコンビ。所属していた事務所はプロダクションのタイトル。コンビ名は2キャロットから来ていた。2003年に CS 放送の番組で2人が出会い、水着でお笑いをやってみようという番組の企画を経て同年8月31日に結成される。アイドル時代はビキニ姿で、 セクシーポーズを撮るなどの出方も多く、主な持ち芸には自分のバストを活用した双子を操すネタなどを行い、マイマイはビタミン系アイドルです。V、ミナッチ時代の福田博はエンジェルミナッチです。といった決め台詞があり、ショートコントのブリッジに両手でハートマークを作ってキュキュキュンキュンという台詞を入れるなどというものがあった。その後は友達同士の会話、 合コンをテーマにしたものなどのシチュエーションのコントを展開している。オチのような形で柔道のような投げ技の連続を披露してコントを終えるということがある。後期にはダメな男などを攻撃するという設定の女、乱暴のコントやショートコント、身の周りの女子の話からネタを拾って演じるこんな子からイルイルのコント、マイマイがアフロヘアーの髪型だった頃は、 マイマイがパンダや犬などの動物に噴してほとんど喋らず、リアクションのみで演じ、福田がそれに喋りを入れていくといったネタなどを行っていた。ショートコントのブリッジには、それがツーからの面白いとこ、ツンツンクツン、キュキュキュ,キュンキュンなどがあった。かつては草抜きと荒引き団などテレビ出演の時にビキニ姿で出演することもあった。 2008年1月5日に行われた対戦型、お笑いライブ、てっぺん、24てっぺん島では、マイマイが、クレイジードールズの小泉舞子と、マイマ、イキー、福田博が同じく、クレイジードールズの小田原美香と、ボーオズのそれぞれのスペシャルコンビを組み、この二組で直接対決が行われた。2008年5月から、諸事情により、福田が活動を休止、 その間、マイマイが一人で活動していたが、同年9月から再び二人での活動を再開した。なお、マイマイが一人で活動していた時には、スナックマイムという芸名を使ったことがあり、なんちゃってプーが決めセリフのネタを行っていた。また、スーパースター、ノーモーション、アガイン、ムートンとの国民での、トドロコライブを定期的に行っていた。トドロコは、 福井歌の2009年7月26日先週落公演をもって活動休止となった。一方で、五ロエスバーでフロアレティとして共演したのをきっかけに知り合った中央線ウィズイとのライブ2からウィズイを行っていた。2009年8月22日、公式ブログにおいて2009年8月の活動限りで解散することが発表された。 同年8月29日の雷ライブが関東地方では最後となり翌8月30日の静岡県内で行われたノーモーションムートンと共演のお笑いイベントを最後に活動を終了した大入り袋米としての活動編集大入り袋米ディスコグラフィーありがとうございます